サムさん、東京理科大へ行ってみたいと思います。さあ、本日の治療文の全体像ですが、段落は3つ、そして設問形式、皆さんこういう感じになっております。知識問題と内容把握問題ですね。非常にバランスが取れた感じでございますが、皆さんこれぐらいの問題数でございますので、これはもう全部いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。デミさん、第一段落でございます。一読をお願いいたします。サミさん、まずは空欄一番に関しての設問でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、空欄一番の正解ですが、皆さんこれですよね。皆さん、リフィールときたら、ウィズが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん、リフィールという単語が初耳だったとしても、皆さん、フィルという表現がありますよね。ですから皆さん、満たすということでございます。皆さん、これだったら皆さんご存知の方いらっしゃるかと思います。フィルと来ても、後ろはウィズということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄2番ですね。これもよろしくお願いいたします。サムさん、空欄2番でございますが、これですよね。皆さん、ベネフィットと来たら、フロムということでよろしいかと思います。うにゃうにゃから利益を得るというところでございますので、フロムでバチです。サムさん、続いて今度は下線部 A に関する問題でございます。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解4番ですよね。ドネイト、寄付する、寄贈するということでよろしいかと思います。もちろん、コントリビュートも貢献する、寄付する、寄贈するでございますので、言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、他の選択肢に関しては、ちょっと板書を使いますね。テミさん、選択肢4つの意味を書き出してみましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。テミさん、続いて下線部 B でございます。選択肢これでございますので、お願いいたします。テミさん、正解は3番ですよね。アンコンプリケイティド。もちろん、コンプリケイティドは複雑でございますが、それがアンで否定されておりますので、複雑じゃないんですよね。つまり簡単、簡素化されているというイメージでよろしいかと思います。で、もちろんそれが B のストレートフォワードですね。まっすぐ、わかりやすい、簡潔ということでございますので、言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、他の選択肢に関しては、板書で説明します。サムさん、他の選択肢の意味も書き出してみましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。そして問いの5番の内容一致問題なんですが、まずちょっと全体像を把握していただけるとよろしいかと思います。で、この5つ選択肢がある中で、皆さん本文と正しいものを1つ選ぶという問題でございます。今からいきますね。で、皆さん、先ほどの第一段落後半でございますが、これと皆さん選択肢1番を見比べていただいて、合ってるか間違ってるか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、後半のですね、この木の話がですね、この辺りに書いてあるんですが、そもそもリユースとドネイティングがお互いに対立しているかっていうと、それはさすがに書いていないので、1番×ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。この後皆さん、上の方からいきますね。さあ、まずは皆さん、空欄3番でございます。先ほどの皆さん、問いの1番でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、アプライと来たら、皆さん、これですよね。アプライと、何々に応用するとか、適用するというところで、とが正解ですね。さあ、皆さん、先ほどの問いの5番、内容一致問題でございます。皆さん、まず選択肢の2番ですね。これが本文と合ってるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん×ですよね。expensive と書いておりますが、本文中は wasn't expensive ということでございますので、2番は×ということでよろしいかと思います。さあ、続いて選択肢の3番。これも本文と合ってるかどうか、考えていただけるとよろしいかと思います。で、もちろんやっぱり×ですよね。で、これは流れを見ていただきたいんですが、まずローカルオーガニゼーションがドネイト、
寄付いたします。で、どこにっていうと、ローカルレストランの方へと書いてますね。で、本文どうなってますかっていうと、まず、ローカルレストランをリクルートして、で、その後、ドネイト点々点、ローカルオーガニゼーションですね。ですから、本文の流れは、レストランからオーガニゼーションですが、選択肢は、オーガニゼーションからレストランということでございますので、全く違うということで、×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて4番でございます。本文と合ってるか間違ってるか考えていただけるとよろしいかと思います。で、もちろん、リラクタント、いやいやということですが、それはさすがに書いてませんからね。ですから4番、×ということで、5番が正解ですね。で、皆さん、まず、ターングリースイントゥフュエルは、この線を引っ張ったところですね。書いておりますね。あとは皆さん、リユースの応用の仕方、この四角括弧でくくってみました。それが本文のこの四角括弧のところにしっかり記述されておりますので、やっぱり5番が正解ということでよろしいかと思います。それでは続いてこの下線部、アに関する問題でございます。お願いいたします。まず1番ですが、メスナン別の方法と書いております。これがおそらく otherwise の訳し方だと思うんですが、メスナン otherwise の右側見ていただきますとですね、may not be able to heat their homes ということで、家を温めることができないという話ですね。そこにメスナンかかっていっているんですが、選択肢1番は別の方法によって送られるということですね。ですからこのあたりを修飾しておりますので、これは解釈の間違いということで×ですね。であと皆さん3番の賢明な方法とか4番確実な方法ですね。それに対する書き換え表現、言い換え表現がないかと思いますので、3番、4番、×ですよね。で、皆さん2番でございますが、この他にはという表現が、この otherwise の言い換えですよね。皆さん、otherwise というのは別の方法、他の方法ということでございますので、言い換えられております。そして皆さん、この三角括弧のところもしっかり言い換えられてますね。さあ皆さん、第2では後半でございます。下線部 C ですね。これでございますが、言い換え可能なものを一つ選んでいただけると嬉しいかと思います。で、もちろん皆さん、リリースは放出する話でございますので、1番、ディスチャージが正解ですね。サムさん、その他の選択肢も書き出してみましたが、皆さん、この4つなんですが、皆さん、このオリエンテイトだけはですね、ここはもうあまり無理しなくてもいいんじゃないかなという感じがいたしますので、あえてオレンジにはしてませんからね、参考になさっていただけるとよろしいかと思います。サムさん、最終段落でございます。下線部でと言い換え可能な選択肢ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、オントップオブは、うにゃうにゃに加えてということでございますので、2番が正解ですね。サムさん、残りの選択肢も書き出してみましたので、このあたり、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄4番でございます。選択肢、この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。サムさん、空欄4番ですが、これでございます。Go in.トゥーエフェクトで思考されるとか、効力を発揮すると。そういう皆さん、熟語でよろしいかと思います。ですね。into が正解ということでした。で、皆さん、これで一応まとめが終わりましたので、皆さん、もし知らない表現あったらですね、できればこの後ノートを取っていただいて、で、皆さん、ノート取った後はいつも通り、これですね、赤シートで隠して、皆さん、スラスラ言えるというところは、頑張っていただけるとよろしいかと思います。サムさん、最後の問題でございます。こちら、E に関して考えていただけると嬉しいかと思います。サムさん、並び替え問題、行ってみたいと思います。皆さん、与えられている日本語とですね、選択肢。そして、皆さん、この前後ですかね、の文章ちょっと書き出してみましたので、これで皆さん、なんとか行ってみたいと思います。で、皆さん、解説の順番としてはですね、皆さん、色分けをする予定なんですが、皆さん、まず第一段階で考えたことはオレンジ。第2段階で考えたことは青。
で、第3段階で考えたことは緑という感じで皆さん、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、どこから言ってもらってもいいんですけども、皆さん、日本語がヒントになりますよね。多分皆さん、考案のその法案を可決させたというところが、まず分かりやすいんじゃないかなという感じがいたします。というのも皆さん、文末にパストがいるんですよね。ですから皆さん、可決の話がパスではなかろうか、という判断はできるんじゃないかなという感じがいたします。そして、皆さん、させるという強制の意味。皆さん、これもしっかり出す必要性がございますので、じゃあ皆さん、それをどの単語で表すことができそうですかと言われたら、皆さん、まず一番のゲットですよね。皆さん、ゲットが皆さん、強制の意味、刺激の意味というところで、皆さん結構有名なんですけども、その動画は実は以前から撮影させていただいておりましてですね。皆さん、これでございます。もしご存知ないのであれば、皆さん、スマホの、右下ですかね、画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので、この後、お時間よろしければ、押していただいてですね、そのゲットの動画、ご視聴よろしくお願いいたします。で、そこで解説をさせていただいたのは、ゲットは刺激。そして、皆さん、その場合は、第五文型を取るんですよ、というお話をさせていただいております。ですから、皆さん、こういう感じになるんですね。で、皆さん、こんな感じでございます。皆さん、ゲットを見たら、SVOC、第五文型。で、皆さん、保護のところには、皆さん、過去分詞を置くんですよ。で、皆さん、OC させるという意味がしっかり出るんですね、という話はさせていただいておりますので、まず、後半の骨格はこんな感じになるんじゃないかな、というところでございます。ですから皆さん、丸一番ゲットを文末で使いそうだというところで一つよろしいかと思います。で、皆さん、後半はこういう感じで繋がりそうですので、じゃあ皆さん、あと前半どうしますかと言われたら、皆さん、日本語がヒントですよね。衆議会議員と協力してということですので、ですから衆議会議員が多分前半に出るはずでございます。で、選択肢の中でそれはどれに当たりますかと言われたら、皆さん、ステイとは国家とか州という意味でしたね。で、皆さん、議員さんはおそらくこのレジストレーターズだと思われますので、これ皆さん、うまいことを使って繋げてみますね。で、皆さん、この真ん中あたりに書き出してみました。で、この二重防線部のところですね。衆議会議員、この3番、4番が代表しているというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、次どうしますかということなんですが、皆さん、ここの目的語に何を置くのか、ちょっと皆さんは考えておりませんので、今からやってみたいと思いますが、皆さん、日本語で言うとですね、その法案を可決させたと書いておりますので、ですから皆さん、選択肢の中でその法案はどれですかと言われたら、もちろん河川部の右、左側ですかね、前半にレジスレーションの話がおりますので、ですから皆さん、選択肢でそれを受けるとなってくると、皆さん、代名詞一途を使えば良さげですよね。ですから皆さん、ゲット、イット、パストという感じで繋がっていくはずでございます。で、皆さん、この後どうしますかということなんですが、皆さん、ありがたいことに前半にですね、皆さん、遠い接続詞、and がおりますので、皆さん、and の特徴をうまい具合に使っていただけるとよろしいかと思います。でもご存知かと思いますが、皆さん、and の左側、動詞の過去形言いますね。ですから、皆さん、動詞の過去形がいますよ、ということは、and の右側にも動詞の過去形、それがやってくる可能性が極めて高いんじゃないかな、というところで考えていただきますと、これですよね。ワークの過去形、ワークとがありますので、ですから、皆さん、このあたり、ワークとが来るんではなかろうか、という感じでよろしいかと思います。で、皆さん、次にどうしますかということですが、皆さん、思い出してほしいのは、皆さん、ワークですよね。で、皆さん、もちろん、働きますよということで、皆さん、もちろん、ワークは自動詞でございます。ですから、皆さん、自動詞というのは、そこで自分でですね、文型を完結させる力を持っておりますので、ですから、そこで皆さん、文型完結したら、皆さん、右側は、これでよろしかったかと思います。文型に関係がないので、M。
で、皆さん、M の中で、ステイトレジスレーターですね。皆さん、名詞が余っておりますので、ですから皆さん、左側にあれを置けばいいんですよね。ですから、何を置きますかと言われたら、皆さん、with ですね。皆さん、with と言われたら、前置詞でございますので、皆さん、前置詞プラス名詞で M の働きをしましたね。ですから皆さん、選択肢6番、with を使っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最後はもうあと選択肢1つしかありませんからね。どこを置きますかと言われたら、皆さん、get が動詞の原型のまんまでございますので、それを皆さん、うまいこと説明するためには、to 不定詞にすればいいんですよね。ですから、to get というところで、皆さん、うまいこと繋がっていきますので、じゃあ、これで正解ですよね。ですから、work to with state registrator to get it past。これでバッチリです。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、いかがだったでしょうか。皆さん、レベルは、そんなにべらぼうに難しいという感じではないんじゃないかなという感じがいたします。まあ、標準レベルと考えてよろしいかと思いますが、やはり、試験中ですね、余裕を持ってさばけるようにするためには、これですよね、G-1 レベル、学習院とか名詞、このあたりの加工問でもやはり練習をしておくと、当日かなり余裕を持って合格点、取れるかと思いますので、明日以降も頑張ってください。